フィリップ・ド・ルイエは、フランスのバンド・デシネ作家、イラストレーター。ジャンジローと並んで1970年代を代表する作家の一人であり、ローン・スローンシリーズをはじめとする重厚な SF 作品を世に送り出した。宇宙空間における独創的な建築描写を得意と、し、欧米圏では、スペースアーキテクトの異名で知られている。漫画以外にも、演劇の舞台美術のデザインや彫刻。 アニメーション作品の制作など多岐にわたる活動を行っている。1944年6月28日、フランスオートイコールガロンル県の町トゥールーズにて生まれる。フィリップという名前は第二次世界大戦中に発足されたビシー政権下のフランスでプロパガンダを担当していた活動家のフィリップ・アンリオから取られており、くしくもドリュエーの生まれた日は、 彼がレジスタンスによって暗殺された日でもあった。両親は当時フランス民兵団のメンバーで、父親のビクトルはかつて、スペイン内戦においてナショナリスト派に加担していた人物であり、母親のドゥニーズと共に JL 県での民兵活動に従事していた。ビシー政権が崩壊した1944年の終わり頃、両親はドイツのジーク・マリンゲンに亡命。その後ドリューエーは、 祖母に連れられて、スペインのカタルーニャに移り、同州の町フィゲラスで、少年時代を送った。この頃のドリュイエはついた父を描いて過ごしていたため、両親の知り合いから、あの子は、将来、ダリのような画家になるぞと言われていた。その一方、学校ではクラスメイトたちから、汚い、フランス人と呼ばれ、からかわれていた。1945年、両親は欠席裁判において、 国家反逆罪により死刑を宣告される。1952年、彼が7歳の時に父ビクトルが亡くなったのを機に一家はフランスに帰国。ほどなくしてパリの16区に定住した。しかし一家の暮らしは非常に貧しく、ドリューエーはインタビューで立派な城に住み、たくさんの家具と本を持つ裕福な家族の息子に生まれたかったが、 不幸なことにそうはならなかったと当時を振り返っている。1960年より写真家として数年間のキャリアを積んだ後、1966年に初女作、深淵の神秘でバンドデシネ作家としてデビュー。この作品で初めて、後にドリュイへの代表的キャラクターとなるローン・スローンが登場した。深淵の神秘は、1968年に、 日本で、ロンスローン宇宙の用心棒の題名で翻訳され、雑誌、別冊プレイボーイのコミック特集に掲載された。ドルイエは1967年から、イラストレーションの仕事に着手し、雑誌の表紙やカットのイラストのほか、映画監督、ジャン・ローランの作品のポスターを手掛けた。その傍らで彼は、役者として演出家、アリアンヌ・ムヌーシュキンの演劇、ピエロで活躍していた。 1969年には漫画誌ピロットに参加しローンスローンを主役にした短編漫画を新たに連載。1972年にローンスローンの6つの旅の題名で単行本としてまとめられ出版される。1973年に漫画原作者のジャック・ロブをライターに迎えたローンスローンシリーズの2作目デリリウスを発表。 続いて1974年に発表したビューズはバンドデシネでは初めてキャプションを省くサイレントの手法を取った。1974年ドリューエーは同時期に活躍していたバンドデシネ作家のジャンジローと共に漫画原作者のジャンピエール・ディオネ、資金調達担当のベルナール・ファルカスを加えた4人で出版社ユマノイド・アソシエを設立し漫画誌メタル・ユルランを創刊。 ドリュエは同志で短編作品を連載し、1976年にそれらをまとめた短編集、幻影を、マの井ドアソシエより出版する。同年、彼の最初の妻ニコルがガンでこの世を去る。またドリュエは、アメリカの映画監督、ウィリアム・フリードキンの映画、恐怖の報酬において、コンセプトデザインを手掛け、以降彼は、漫画以外の分野にも、活動の幅を広げていく。 1977年にローンスローンのシリーズ3作目、概要発表した後、1978年から1983年にかけて、彼はスイスの作曲家、ドルフリーバーマンと共に、歌劇、ワーグナースペースオペラを手掛けた1983年には、アングレームにて CG によるイラストのデモンストレーションを、当時の大統領フランソワ・ミッテランの前で行い、同年には、 自身の作品、夜を短編映画として実写化。本国ではフランス3にて放送された。1984年にガラス工芸ブランドのドームのためにガラス製品のデザインを手掛け、1985年にはアングレーム氏からの依頼によりフレスコの壁画作品を制作。同年、地下鉄のポルトド・ラビレット駅の改築にも携わった。 1986年には、フランスのアニメ番組、ブルー・エル・アンファン・デラ・テールにおいて、監督、脚本、キャラクターデザインを務めた。1987年には、アヌシー国際アニメーション映画祭の審査員を務め、同年には、自身の映像プロダクション、ビクトル・プロダクションを設立した。漫画活動においては、1980年から1986年にかけて、 ギュスターブ・フローベールの同名歴史小説をもとにしたサランボーを発表。1982年に発表された魔術師アクリリックでは漫画原作者としてシナリオを手掛けた。1988年にはアングレーム国際漫画祭にてグランプリを受賞。翌1989年には同漫画祭の主催も務めている。1990年代に入ってから ドリュエーは映像作品、彫刻や宝飾品のデザイン、ミュージックビデオの制作において活動の幅を広げていく。とりわけ映像作品については2001年のアニメ番組エクスキャリバーで脚本を手掛けたことに加え2005年にフランス国内で放送されたミニドラマレロアメディでは美術監督を務めた。またロンスローンシリーズは2000年に4作目。 カオスが発表され、2012年に5作目、デリリウス2で完結となった。2014年には初の自伝、デリリウムが発表され、フランス国内で大きな注目を集めた。ドルイエの代表作、ローン・スローンシリーズは、生まれ育った地球を離れ宇宙へと飛び出した同盟の主人公が数々の冒険や乱闘を繰り広げながら、 宇宙をそべる邪悪な皇帝シャーンに立ち向かうというスペースオペラ的な内容の物語であり、型にとらわれない大胆な小回りや見開きを多用したページ構成、コントラストの強い色使い、そして巨大建築物や宇宙船の独創的なデザインが特徴として挙げられる。特に建築物のデザインは世紀末芸術、ゴシック建築、インド建築の要素が取り入れられている。サランボは ギュスターブ・フローベールの同盟歴史小説をもとに独自のアレンジを加えた作品である。この作品では古代カルタゴを舞台に将軍の娘であるミコと傭兵のヒレを描いた原作と違い、ローン・スローンが傭兵の役を担っており、ローン・スローンシリーズの概伝として位置づけられている。ドルイエの漫画作品には基本、映画や他の文学からの影響が現れている。 ローン・スローンシリーズの全作品において見受けられる見開きのページはドリュイエ曰く映画のスクリーンに見立てたものであり迫力のある見せ方を構築しようとして考えられたものであるまた主人公のローン・スローンはアメリカの SF 作家シーエル・ムーアの小説に登場するキャラクターノースウェスト・スミスから着想を得て生まれているデザインのモデルとなっているのはマーロン・ブランドであり漫画では スローンの宿敵であるキャラクター、シャーンも、また、映画、地獄の目視録に登場するブランドを見たことが、きっかけで描くことができたと明かしている。同シリーズには、絵画からの影響も見受けられ、2作目、デリリウスでは、画家のマウリッツ・エッシャーが、自身の作品の中で用いていた、ペンローズの三角形が3作目、ガイルでは、アルノルト・ベックリンの死の島が、 絵のモチーフとして取り入れられている。この他、ビューズは、日本の映画監督、黒沢明のクモス城に触発されて描かれており、同作の主人公であるビューズは、ローンスローンシリーズ4作目、カオスにも登場している。なお、ドリューエーは、漫画を描く際の参考にした映画として、フリードリヒビルヘルム・ムルナウや、フリッツ・ラングなどによる、ドイツ表現主義の映画、 テレンス・フィッシャーによるアメリカの映画を挙げており、文学では、ハワード・フィリップス・ラブクラフト、マイケル・ムア・コック、レイ・ブラッドベリー、フィリップ・ケイ・ディック、ジョン・ブラナー、トマス・エム・リッシュなどによる作品を挙げている。ドルイエは、初期の頃に漫画誌、ピロットで活躍し始めた経緯として、漫画を描くキーワーに用いた原稿用紙があまりにも大きすぎたために出版社から迷惑がられてしまい。 当時、ピロットに在籍していたルネゴシニが唯一、受け入れてくれたことが、きっかけとなっていることを、インタビューで語っている。また、メタルユルランの共同出版社でもあるジャンジローとは、衝突こそあったもののお互いに協力し合っており、ジロー自身、ドリューエから、作品制作において、少なからず影響を受けることがあったようである。特技がない限りドリュエ単独名義シリーズ単冠、AB、 BD 史上最大のカルトアーティスト、ドルイエの代表作、ローンスローンが、公表予約受付中。ブドファイル、2016年12月3日閲覧。ABCD、レフォントームジュパッセハンテントフィリペドルイエ。フランス版、ハフィントンポスト。2016年12月2日閲覧。イストワール、フィリペドルイエ、フィスでコラボ。フランシンフォ。 2016年12月2日閲覧。フィリペドルイエ、フィスでコラボス、オカンパードンポアセペアレンツ。プラピープル、2016年12月3日閲覧。ABCD、フィリペドルイエ、フィスでコラボ。レジャーナルでモントリオール、2016年12月2日、閲覧。ABC、アントレテンアベックフィリペドルイエ。 ED ズーム2016年12月2日閲覧ラメモワールハーランテでフィリペドルイエラレペブリークでリーバーズ2016年12月3日閲覧 ABCDEFGHIJKLMNOP ビオグラフィドルイエコム2016年12月3日閲覧 ABCD フィリペドルイエランビアックコミクロペディア 2016年12月3日、閲覧。ローンスローム翻訳版、330ページ、BD 研究会レポート、メビウス追悼、ダニエル・ピゾリシュが語るメビウス、メビウス編。ブドファイル、2016年12月3日閲覧。ドルーイエ、ジュシュユンバーバル。L ・エクスプレス、2016年12月3日閲覧。ソーサラー、ドルーイエフリードキン。 ポイトン、2016年12月3日閲覧。フィリペド・ルーイエ、エストラックデザインズ。ザ・ソーサラー・ブログ、2016年12月3日閲覧。ABC、フィリペド・ルーイエ・ EN ・プラン・デリリウム。アクチュア・ BD 2016年12月3日閲覧。レ・コンバット・スペーシャル。タオ・テンブド、2016年12月3日閲覧。A、アングーレム。 ラフレスクボエジエユートラベールでイメージズ。コン今週パールフィリペドルイエ。リアライジーパールサイトクリエーション。a ぇ。TA ノーギュリル31ジャンビエ2015。EN プレゼンスデールオッター。サイトクリエーション。2016年12月3日閲覧。デルー。ラクロワ。2016年12月3日閲覧。ABCDE フィリペドルイエインターネットムービー。データベース。 2016年12月3日閲覧。エクスキャリバーメディアチューンディストリビューション。2016年12月3日、閲覧。ABCDE、ローンスローム翻訳版。331ページから332ページ。ローンスローム翻訳版。335ページ。サイエンス、フィクションにヨーロッパネレヌベミオルト2.0。2015年8月。2016年12月3日、閲覧。 abcd 特別機構我が隣人フィリップドルイエブドファイル2016年12月3日閲覧ローンスローム翻訳版248ページから252ページ abcde イラストレーションズドルイレットコム2016年12月3日閲覧 abc フィリペドルイエアルバムカバーズフォイトン2016年12月3日閲覧 スペクティカルズドルイレットコム2016年12月3日閲覧ありがとうございます。